っと慣れてきましたね。ゆうみさんはじっくろでしたね。めっちゃかっこよかった、うわーって思って、かっこよかった。ゆうみさんめっちゃかっこよかった、全部かっこよかったな。でも快速と動体視力とか、こんなキレキレになるんやって思って、もうすっごいね、いいな、あんなにうまく踊れるようになりたい、めっちゃかっこいい。どうも髪型天才はね、メイクさんが天才なんだよ、嬉しい。メイクさんのさ、なんか天才ですみたいな、メイクさん天才みたいなやつさ載せたら、あやかにパクられたんですよ。あやかも載せてて、メイクさんにもう、あやかにパクられましたって言われてね、冗談で言ってた。なんか最近生誕ばっかりでさ、生誕じゃない公演がちょっと思い出せん。松坂美咲とどこ行ったの？しゃぶしゃぶ、なんかめっちゃ可愛くて、桜ね、なんか舞さんがナンバラエティ公演でしゃぶしゃぶを食べたいみたいな話、舞さんのやつ聞いてから2週間ぐらいしゃぶしゃぶ食べたかったらしい。めっちゃ可愛くない？公演中からずっとしゃぶしゃぶ食べたいと思ったんかなってね。そう、ギブミーのさ、ギブミー5のね、なんか曲のなんかハイタッチするんですけど、登場ってゆうみさんとまこのとこの音がバチンバチンバチンみたいな聞こえてきて、もなんかあやか、私あやかとハイタッチだったんですけど、えみたいな、え今なん何の音そう、でもゆうみさん痛かったらしいです。マコがねめっちゃ強いらしくて、そうめっちゃ松坂かわいい、ほんまに松坂めっちゃかわいくない？公演中からずっと思ってたんかなみたいな、思ったですね。最善でした、うわー最善マン、よかった。最善ってどんぐらいあって当たるんやろ、めっちゃね、3回連続生、そう生誕祭めっちゃ多いよね最近。音すごかったもん、ハイタッチゆみさんキャピキャピしてたんですか？嬉しい。なんかでも目あったらニコってしてくださってめっちゃ嬉しかった。もうね新芽が多くて、めっちゃ新芽が多いんですよ。100回って1回、やば、そんな当たらないですね。難しいよね、うん、そうなんや、運悪かったら当たらんけど。こんばんは、こんばんは、嬉しい。最近リアルタイムで、嬉しい、よかった。配信ね、そう最近配信をさめっちゃね、最近あの早く帰ろう月間みたいな感じになってて、お家帰ってきたら配信できなくてっていう感じなんですけど、今日はちょっと気合で帰ってきて配信できるっていう感じ。全然配信出なかったからさ、次の生誕、私もしかして3つ
続いてたけどなくなってるのかな。2回連続弾いてそっから後列しか弾けない。やばいやん。そんなんあるんかな、なんかこの人最善やってたからみたいな。機械側のさ、なんか機械のなんかちょっと気分みたいな抽選機のさ気分とかあるんですかね。頑張ってください。ありがとう、いいよ、遊びに来たよ。え、 B2 さんやって、 B2 のさあれ何っけ、生誕ラッシュもう終わりかな。そうそう、機械にね、まあまあいつもありがとうございますとか言ってご機嫌取ったら最善かもしれないですね。今日は5列目、おお、5列目か。5列目でも結構目合いますよね。ランダムやな公演は。ないかも。あ、吉村哲也さん、ありがとうございます。くまくま、ちょっと髪ないのでハートをあげます。あ、めっちゃブランド名、ハートあげます。ハーフツインのスクショ、こんなさ、ちょっと嫌や、こんな黒いアサイダーみたいな。ちょっとね、中にね、あのセーラームーンの可愛い T シャツ着てるので、これにしとこう。スクショか、なんか普通にお見せとこう。動くなって言われそう。確かにセラムも映ったらダメなんかな。助かります、やった。ルームスの返信ありがとう。わあ、ありがとう。ルームスさ、コメント返信してるんで皆さん来てくださいね。ちょっとまだ追いついてないけどね、ほんまにごめんなさい。今ちょっと頑張ってます。やゆえは1月はね、結局頑張る月で終わりましたね。嬉しい。半分ぐらい返信できたかな今。待っててね。いろんなメンバーの生誕祭に出演して、このメンバーの生誕の飾りすごかった。めっちゃ覚えてるんは、坂田とみゆさんとみおちかな。なんかみおちのめっちゃ可愛くて、みおちコスメ好きやからドレッサーみたいになってて、あ、ジオンさんもすごかった。なんかいちごパーティーみたい、遊園地みたいになってて、ジオンさんの顔がさ、こうやってなったりさ。ルームスはツイッターみたいなものですか。なんていうんかな。でも結構なんか動画と写真とブログみたいなのがあって、ブログでコメントしてもらったら返信できるんですよ私が。そういう感じかな。でもツイッターよりはもっとパーソナルな感じのとこですね。抜けツヤツヤ、やったー。嬉しいよ。
めっちゃすごかったかな、生誕祭。装飾部門でいうとね、え、あ、そうそうそう、ファンクラブって、ファンコミュニティって言うんですか、ね、もうすぐテスト、わあ、頑張って、待ってるね、待ってるよ。めっちゃ可愛かった、それが。そう、みゆさんのさ、生誕祭今でも覚えてるんやけど、めっちゃすごかった。でもリサのさ、生誕祭でなんかパッて開けたら皆さんね、サンタさんになってて、アンコール開け、それもめっちゃ可愛かったイエーイですね。めっちゃ覚えてるな。そうやね、ルームスの配信ではショールームで話してないことも話してますね。すごいよね、生誕祭ほんまに考えてくださってる方。レオはシンシンさんどう思う、え、めっちゃ可愛いし、なんか全部ダンスも可愛い。そんなことあります？めっちゃ可愛いです、ほんまに。優しいし、なんかね、たまになんか聖母さんかなって思うぐらい優しい。めっちゃ優しいですね。今日もね、ちょっとめっちゃ嬉しいお話をしました。ポケモン崖登れるようになった。ポケモンね、一応クリアしたよ、ストーリーは。嬉しい、めっちゃ。おめでとうくださいイエーイ。私シンシンさんさ、ナンバラエティ公演も青春公演もあのアンダーなんですよ、シンシンさんのね。おめでとう、ありがとう、おめでとう、あ、めっちゃおめでとう、ありがとう、おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございます、イエーイ。ポケモンクリアしたよクリアしたよ、ありがとう、いっぱいおめでとう。これはお祝いのだるまですか、皆さん。ありがとうございます。なんかブラボーもくれありがとうございます。あやぴょんと松作のしんしんさん争奪戦参加する、やめとく怖いからやめとく。そうですので皆さん、そう、しんしんさんのアンダー、確かに若菜さんと通信したいな、早く。ポケモンなんか交換したら進化するとかあるんですよ、そういうのやりたい、楽しいよね。よし、そろそろランキングを見ますね。ここか、13位、じゅんや、ありがとう、ありがとう。12位、かるちゃんさん、ありがとう、ありがとう。11位、ジェフさん、ありがとう。10位、クラポン、ありがとう。9位、みさきちゃん、ありがとう、ありがとう。8位、しろちゃん、ありがとう。7位、ゆうくん、ゆうくんさん、ありがとう。6位、吉村哲也さん、ありがとう。くまもん、ありがとうございます。5位、あつまる、ありがとう、ありがとう。4位、しずまる、ありがとう、しずまる。3位、よしらっしゅさん、ありがとう、ありがとう。2位、りゅうさん、たつさん、どっちだろう、自分が立つやからさ、立つって思うけどさ、龍の方が主流よね、ありがとう1位、山助、ありがとう、いっぱい
ありがとう、本当に短時間だったんですけど嬉しい、ありがとう。ヤッホー配信、あ、めっちゃ手が塞いでた、ごめんなさいね、なんか変なとこ行っちゃった。あー、よし、オッケー、ありがとうございました。じゃあちょっとだけご飯食べて寝ます。おやすみなさい。